はい、どうもゼロケンと申します、本日はですね、カードの開封動画になるんですけども、まあ初の試みですね、動物の森のアミーボカードですね、こちらの方の開封をね、やっていこうかなと思います。まあいつもはね、遊戯王カードとか、ポケモンカードとかのね、開封動画をたまに上げてたりするんですけどもね、この動物の森のアミーボカードを開封するっていうのはね、初の試みなのでね、ちょっとどういう感じになっていくのかがね、ちょっとわかんないんですけども、はい、見ての通りですね、これだけパックが、あります。全部任天堂ストアの方で買ったんですけども、こちらの方ですね、これこの飛び出す動物の森のアミーボプラスのやつですね、はい、こちらの方は、もうこれね、先に来てたんだよね。確か8月の頭ぐらいにはもうこれ来てたんですけども、注文したのがこれ5月ぐらいだったかな、5月ぐらいで来てて、でつい、2日前ぐらいかなに、この2パックこの2つがね、結構人気の、段でね、第3弾と第4弾ですね、こちらの動物の森のアミーボカードがね、結構人気だったんで、これがね、来るのがね、結構遅くてね、これ6月ぐらいに注文してたんじゃないのかな、多分2ヶ月か3ヶ月ぐらい待ったような気するんですけども、結構待ちました。はい、まあどこ行ってもね、もう今この動物の森のね、アミーボカードはね、品切れ状態で、まあアズモリ効果ですね、まあこのカードを使って好きな住人を島に呼べるってことで、どこも品切れになってます。はい、まあそのカードがね、そのバッグが、こちらの方がね、10パックで、これとこれがね、5パックずつかな。はい、もっと注文したかったではあるんですけどもね、割と高い。はい。割と高いんでね、ちょっと、まあ5パック、5パック、注文して、うん、つい先日届いたって感じですね。あ、ちょっと余談なんですけどもね、つい先日、昨日ぐらいなんですけども、そのゲオの方にね、ゲームショップの方に行って、アミーボカード売ってたんですよ。まあこの段ではなかったんですけども、他のアミーボカードをね、売ってて、で、それでなんか、女性2人組だったのかな、女性2人組がいて、1人の女性が、その女性が A としましょう、女性 A が、ちょっと10パックぐらい買ってたのかな、アミーボカード10パックぐらい買ってて、で、俺がこのレジに並んでたら、またその人がやってきて、また追加で買おうとしてたみたいなんですね。やっぱりまた追加でちょっとお願いしますみたいな言ってたんですけども、店員さんに、もうあなたはさっき買ったんで、もうこれ以上買いませんって断られててね、あらって思ったら、あ、わかりましたって言って、ちょっとそそくさとどっか行ったと思ったら、友達連れてきたんですよね。この子が買いますんで、追加でお願いしますみたいな感じで、その女性 B だね、うん、その友達、その女性 B はね、あまりその動物の森とかゲーム自体にあまり興味のなさそうな子だったんですけども、なんか渋々ね、なんか店員さんもね、売ってて、うん、まあそこまでして欲しいかとは思いましたけど、まあ、うん、その人が A の人がね、買わなかったから、まあ B の人が買ってったから、まあお店としてはまあ全然いいんだろうけども、なんかね、なんだろう、すごく釈然としないというかね、まあそういう人をなんか間近で見たのが初めてだったんでね、ちょっと印象深かったんですけども、はい、ちょっと脱線しすぎましたね。はい、というわけでね、あ、これちなみに1パック全部、3枚入りですね。はい、3枚入っております。で、今回は、こちらの方からいこうかな。はい、ちょっとこっちの方はね、結構期待してる住人が入ってる可能性があるので、ちょっと後でします。はい、まずはこちらの方ですね。こっちの方から10パック見ていきたいと思います。これですね。はい。パッケージ見せましょう、ちゃんと。飛び出す動物の森アミーボカード、アミーボプラス。はい。うん。これ 3DS でね、やるときね、うん、呼べてたんですよね。もうその時に出てたカードだね。飛び出す動物の森の。あ、そう、3DS もね、ついに生産終了ということで、いや、ほんと今までお疲れ様でした。あれだけ社会現象とかにもなったね、 DS というかね、あの辺の歴史が幕を閉じるということで、これでもう携帯ゲーム機はもうなくなってしまいましたね。全部生産終了した感じが、
ありますね、うん、ビータとかも次の段階が来ないんで、まあ一応スイッチも携帯機も併用してるからなんとも言えないんだけどね。まあでもまあスマホがあるからね、もう今そういう携帯ゲーム機ってなるとまあなかなか厳しいところありますよね。はい、というわけでまずあランちゃんですね。まずランちゃん、あこうやってバスに乗ってる感じの絵なんですね。こっちの方はランちゃんで、あケチャップくんやん、くんだっけ、うん、ケチャップに、あプースケ、プースケだ、おお、この3枚が来ました。はい、ランくん、ケチャップ、プースケ、はい、よし、どんどんいきましょう。あのこのこっちはね、なんかね、誰だろう、人気があったの、まあ、もう注文したのだいぶ前なんでね、あんま覚えてないんですけど、多分ね、モンペちゃんとかが人気なのかな、モンペちゃんとか、あと誰がいたかな、はい、秀吉、あ、知らんな、この子、ノリオ、あ、ノリオ、ノリオって聞いた気がする、ノリオに、ダリーだ、あー、ダリーか。車がかっこいい、中の家具とかがかっこいい、これ好みですね、これ左、はい、この3枚です。うん、本当になんか本当にいい住人が来たらまた呼びたいではあるけどね。よし、飽きにくいなこれ、なんで遊戯王とかと違うかやっぱり、よいしょ、 OK、 はい、大工、大工すごい名前やな。ヘルツ、あ、ヘルツ、ヘルツ結構好きだよ、このメカメカしい見た目。あ、ヘルツいいね。はい、でアクリルさん、アクリルさんも結構でもそこそこ人気あるよね。アクリルさんなんか前のシリーズかなんかでいた気がするな。はい、遊戯王と同じ開け方できる、できるか、あーでもちょっと硬いな質がいい感じがするよし、行こう行こう、スクワット、スクワット、はい、いや一徹だ一徹いたぞ前の昔の島に。はい、次、あーシンドもいたわ、こいつらなんかセットでいた気がする、動物の森プラスあたりでこいつらいたような気がするわ、懐かしい一徹アーシンド、すごい、もうなんかいっぱい、もう動物の森の住人って今何人ぐらいいるんだっけ、めっちゃいるんじゃなかったっけね。よいしょ、ちょっと待って、ゴミをちゃんと捨てながらやらんとゴミだらけになっちゃう。はい、ケン、これ高倉健さんを意識してんだろうかはい、カックン、おい、ちゃんとコロナ対策もバッチリ、カックンに、よいしょ、モーリス、あ、モーリスか、ノーコメントはい、次行きましょう。ほんとあと誰がいたんだっけな、なんか人気なの、よいしょどん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 行きましょう。はい、あ、ゴンゾーちゃんですね、ゴンゾーちゃん、ゴンゾーにティーチャー、あー、ティーチャーね、すごいティーチャーっぽいね。マーガレット、マーガレット、後ろの家具いいな、これ何これ、これこのあつ森にあるっけ、あつ森にないのとかあるもんね結構。よし、昔はあったけどなんかあつ森にはないっていうような家具みたいなのいっぱいあるからな、もったいぶらないで全部出してほしいけどね。もう全然あのダウンロードコンテンツとかでも買いますよ俺は。はい、よいしょ、お、勧誘、勧誘にベーグル、あー、かわいい、ベーグル結構人気なかったっけ。はい、あ、マロンさんお久しぶりですマロンさん、うちのあつ森にね、前いたんですけども今ねちょっと引っ越しちゃっていないんですけども、あ、マロンさん、これでまたマロンさんを呼ぶことができますね、多分呼ばないと思いますけどもよし、あと2パック、3パックか、3パックですね。これ今度なんか開けにくいな、なんでやろう、よいしょ、めっちゃ硬い、よいしょ、さあさあさあ、あ、ビネガー、ビネガーちゃん、はい、サンデー、はい、メイ、あ、メイちゃん、メイちゃんいいね、これ中華っぽい
あれだよ。めいちゃんかわいい。めいちゃんいいね。めいちゃん呼ぼうかな。でもな、呼ぼうと思ったら今いる住人をね、立ち退かせなきゃいけないっていうのがね、なサブの島とか欲しいけどね、本当は。うん。だからスイッチもう1台欲しいんだよな、実際。欲しいんだけど、まあ品薄っていうのもあるけど、なんか来年、なんか新型のスイッチみたいのが出るって噂があるからね、ちょっと購入に今踏み切れてないんですよね。はい。で、あ、ちょっとに、エイミー。はい。あ、モンペちゃん来ました。モンペちゃん来ました。はい。モンペちゃんはね、なかなか人気ですね。おーい、かわいい。まあ、うちの島から引っ越してしまったんですけども、はい。またこれで呼ぶことはできますね。でもその呼んだモンペちゃんは、もう俺の知ってるモンペちゃんじゃないんだよな。別のモンペちゃんなんじゃないね。はい。あ、出た、マッスルだ。めっちゃ顔がドンキーっぽいやつ。マッスル。はい。あ、ジャコテン。あ、ジャコテンいいね。あ、ミツオ。だって人間だもの。ミツオ。はい。という感じでした。こちらのパックだね。アミーボプラスの方は、こういう感じでした。うん。なかなか良かったんですか、じゃないですかね。うん、結構。ランちゃんとかも結構好きなんだけどね。ケチャップ。うん。マッスルとモンペちゃんいいな。マッスル、モンペ、ランちゃんいいね。うん。はい。ちょっと、もしかしたら、しれっと、この中から住人が増えてるかもしれませんね。はい。というわけで、次、行きましょう。こっちですね。こっちの方が、個人的には、うん、期待してるんですけども。まあまあ、期待してきたら、あれなんだよね。これ、結局、パックンがないんで、第3弾から行こうか、じゃあ。第3弾の方から行きましょうか。はい。では、5パック。私のパックンがね、ほんとないので。よいしょ。ああ、もうちょっと待って、もうやめた。ハサミで切るわ。めんどくさい。もう、ハサミで切った方が綺麗に切れる。よし。最初からそうしろ。はい。あーおー、ロビン、ロビン。はい、こっちのパックはね、こういう感じで全体像が映ってる感じですね。はい。これ、ロビンくん、結構人気よね。はい。おー、キング。いいね、キングは一人、この俺だ。はい。ああ、もう、あつ森にはいないんだよな。カッペイさんシリーズがいねえんだよな、もう。これ、あれだ、あれ出すね。3DS の、ことぶきランドの、まあ、カッペイくんの家族の方かな。うん。そういう感じです。第3弾はね、結構、うん、なんか人気の住人いたはず。あ、誰だっけ、あの子。忘れたな。1、2を争うぐらい人気の子もいたような気したあつ森で。はい。パンタ。パンタ。ロデオ。ロデオなんか闇落ちしてる顔がいいね。あ、ふうたくん。はい。スペシャルカード。3枚目はあれなのかな。普通のしずえさんとか、ふうたくんとかその辺が出てくるのかな。改造くんとか。よし。はい。カルロス。カルロス。はい。あ、ヤマト。ヤマトもいいね。はい。あ、ジングルさん。ジングルさん、あつ森にも出てくるんですかね。これから先の季節に出てくるはずだけど、楽しみだね。はい。さあさあさあ。誰だったかな、忘れたな。名前忘れたな。なんだっけな。まあいいや。あ、バヤシコフだ。バヤシコフ。バヤシコフ好きっすよ。あ、100%! お久しぶり。100% じゃん。プラスだったかな。初代だったか忘れたけど、いたな、この子も。あ、フランクリン。フランクリン。フランクリンは、出てくんだっけ？なんか、なんだっけ？ハーベスト？ハーベストだったかな。秋の祭りの、人だったかな。よいしょ。最後ですね、この第3弾。ん？マリリン。マリリンにトラコだ。おー、で、おい、キヌヨスさん。いいですね。はい。こういう感じでした。誰だったっけな。なんかすげえ人気の子がこの段には入ってたはずなんだけど、いや、全然いいんだけどね。うん。ロビン君とはちょっと呼びたい気はあるけど。よし。というわけで、最後だね。OK。
第4弾いきましょう。第4弾、第3弾、第4弾は結構そういう人気の子がいたんで、なんかこれだけ買ってたような気はしたんだけどね。はいはい、貫禄すごい、貫禄があるね本当に。はい、ヒュージ君。あれ、この子知らんな、前から出たヒュージ君で、ほい、おわお、しずえさん、あざといね、しずえさんすごくあざといよこのしずえさん。はい、誕生日も書いております。わ、やばい、もうしずえさん今回もなんかどんどん普通に島の中とか歩いてていいんだけどね。うん、まあたぬきちくんもそうだけど、もっとなんかね関わってきてほしいよね、しずえさん。なんか前にもそんなこと言ったような気がするけど、でワンパック3枚ってなんかな。まあちょっとアミーボカードとしてなんか読み込ませる技術があるから、ちょっとお値段高めになってるのかもしれないけど、高めというか少なめになってるのかもしれないけど、逆にパックの値段上げて枚数増やしてもいいような気するけどね。おいしょ、おー、文次郎だ、文次郎ありやな文次郎結構好きですね。あ、文次郎くんありやね。あ、サブレ、サブレいたね。うわサイレントヒルやピョン太郎や。なんかこういう着ぐるみ系俺怖いんだよねやっぱり、うん、なんかどうも小さい頃にそういうトラウマがあったらしくてね、うん、俺着ぐるみ見たらもう迷わず大泣きするような子だったらしいんだよね、うん、さああと3パックか。リッキーくんだったかな。はい、リッキーじゃなくてニッシーが出てきたわ、ニッシーはい、ゴンザレス、ゴンザレス、お、ツネ吉、まあ、割ともう誕生日近いんですね、ツネ吉くん。はい、あと2パック。いやー、なんかうおーみたいな来ねえかなうおーみたいな、叫ばずにはいられないような、このこう来ないかな、ダンベルゴリラ多いな、ゴリラ多い。はい、あ、おー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 おおありだねパッチ君。でもね、パッチ君ね、アミーボフェスティバルで俺アミーボカード持ってんだよね。もうだから今島の住人にパッチ君いるんだよね。でもこれもうすげえ欲しい人欲しいと思うね。パッチ君は結構人気だからね。あー、クーコさん、お母さんだっけ、誰だったかな、忘れたけど。おー、パッチ君、まあ一応おーみたいなの来たけど、まだ足らんなまだ足らんけど、ラスト1パックか。まだ足らんけど、まあ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 、さあ行きましょう、ラスト3枚。はい、くるぶし、そして、あー、シルピアからの、はあ、パロンチーノ。パロンチーノさんって何すんだこれ、あれ、風船おじさんじゃなかったんだっけなんか風船とか配ってたのはどれだったかな。もうなんか役割が違うんだよな、同じ人でも。結構説明文とかが書いてないのがあれよね。はい、まあそんな感じでしたね、第4弾は。はい、パロンチーノ、シルビアに、くるぶし、パッチ君に、空港、ダンベル文次郎結構ありやな。でもしずえさん結構人気ありそう、この絵のしずえさんは。あー、なるほどね、こういう感じでした。ちょっと待ってね。はい、今ね、任天堂のその動物の森アミーボカードのリストみたいなものをね見てるんですけども、このね、キヌヨさんが書かれていた第3弾ね、第3弾がね、マールさんとかが入ってたんですよ。俺が好きなマールさんとか、あとはロボくん、そう、ロボくん、ロボくん、そう、それジュンくん、ジュンくんよ、そう、ジュンくんがね、この3弾に入ってたんだよ。結構その辺狙いで俺買ったんじゃなかったかな
マールさんとジュン君とロボ君がねすごい好きなんで、ちょっとこの辺出したかったんだよね。あーでも出なかったね。まあもうちょっと買えばよかったかな。でも10パック買えたかな。うん、まあそんな感じですね。そう、ジュン君とかね、ロボ君、マールさん、あとタコリーナもいるやん。そうタコリーナもいいね。うん、で第4弾が第4弾はラムネちゃん、ラムネちゃん、あとはガチャ、ガチャもいいな。タマも結構好きやな。あとブーケちゃんが入ってたんだね、これ。ブーケちゃんは自分もあのアミーボフェスティバルのカードで持ってるんでいいんですけども、ラッキーくんも入ってる。なるほどなるほど。第4、シベリア、なるほどラムネシベリア、ラムネシベリア、ガチャ、タマ、ラッキーとか、その辺狙って買ってたのかな。なるほどね。なるほど。すごく人気の子が多いね。チャス君とかもこれか。出なかったね。唯一、文次郎君ぐらいかな、やっぱり。パッチ君は全然嬉しいんだけど、まあ、カードとして持ってたからな。はい、まあそんな感じでございました。もう皆さんもね、ぼちぼち品切れも解消しつつはあるので、なんかまあ見つけたら買ってみてもいいんじゃないですかね。買ってみたらいかがでしょうか。ちなみに1パック300円です。高いねまあアミーボに読み込ませるっていう仕様があるのでね、その分高くなってると思うんですけども。だから1枚これ1枚100円ってことよね。高いわそう考えると多分このアミーボのこの読み込ませるこの部分が高いんでしょうね。ここで結構コストかかってる気がする。はい、まあそんな感じで、もう皆さんもね、ちょっと公式ホームページ見て、どの段を買うかっていうのはね、ちょっと調べてから、まあ、買った方がいいかなと思います。はい、というわけで今回はね、動物の森のアミーボカードの開封動画でございました。というわけでご視聴ありがとうございました。